八王子イチョウ祭りとは、東京都八王子市にて、毎年周期土日曜日の2日間に実施されている祭りである、イチョウ祭りの愛称で知られている。1979年から始まった。2006年の第27回は、昭和の日の制定を記念して実施された。八王子市内の甲州街道八王子市内を走る甲州街道には、770本のイチョウ並木が続いている。 この胃腸は1929年に摩五両が完成した記念として、宮内庁が植樹したものであり1964年に天然記念物に指定されている。五両近くの両南公園をメインに東は追い分けから西は小仏まで、五両付近では甲州街道北側に並行して流れる南浅川沿いも会場となっている。出展は 地元の住民が中心でフリーマーケットのような手作りの品や古着、子供のおもちゃなどが多い。運営も住民や学生のボランティアが中心の手作り感の強い祭りである。毎年約50万人の人手で賑わう。またクラシックカーパレードが合わせて実施されており、公衆街道を日本各地から集まったクラシックカーが走る。ここのクラシックカーパレードは 全国の草分けと言われている。和太鼓お祭り広場、一丁よさこい踊りゃんせ等、日本の伝統芸能も楽しめる。甲州街道沿いの町内会ごとに、追い分けから、小牧屋の小仏関所後まで関所が設けられる。関所では、町内会などの出展のほか、オリエンテーリングとして、木製の通行手形に夜勤を押してもらえる。関所の夜勤を集めると記念品がもらえる。 観客動員数は、ホームページに掲載された来場者数に基づく、お分毛関から小仏毛関の、計12個の関所をめぐり、夜勤を集め、一定数を集めると景品と交換することができる。八王子町祭りのメインとなるイベントである。以下は、関所、景品交換所の詳細。い分け関所東京都八王子市い分け町千人。 一の関所東京都八王子市千人町一の一の七ドリーミーホール西八王子駐車場千人に関所東京都八王子市千人町二の十八の七西八王子駅西交差点北側千人3.4関所東京都八王子市千人町三の十七の住宅ら包帯工業駐車場並木一の関所東京都八王子市並木町七の一町安寺、 境内並木二席所東京都八王子市並木町15、この15横山事務所駐車場新地席所東京都、八王子市東浅川町、高尾警察署並び原宿席所東京都八王子市、東浅川町269原宿会館前、原席所東京都八王子市東浅川町,町1105、熊野神社境内川原の宿席所東京都、八王子市高尾町1652の1、 浅川市民センター駐車場小明路関所東京都八王子市西浅川町26の1小仏関所東京都八王子1浦、高尾町419小仏関跡,跡、大館所東京都八王子市高尾町1652の1八王子市東浅川町多摩五両、入口交差点南側福引所東京都、 八王子市高尾町1652-1八王子市東浅川町玉五両入口交差点南側。ありがとうございます。